佐藤陣です。今回はですね、取ったことない景品10個取るまで終わりの手やっていきましょう。なるべく簡単な台、1台につき1個カウントでやっていきたいと思います。それでは早速やってみましょう。どれが簡単ですかね。橋渡し多いんですよ今の。カプセル、あ、取ったことあるな。カプセルはちょっと反則かな。反則。はっ、いいね、お願い、左側も生きて。やめます。ここが悪さをしてるみたいです。あれ全カットだからもはや。はい、それではですね、こちら両替チーズに行いますか。なんかね、前よりもアームが強くなっている気がするんですけれども、どうなんでしょうか。いいね、横に うまい具合に立てたらいいな。取れたら奇跡。いいね、惜しっこ。絶対簡単になってる前より。ガンダム、ダークナイトガンダムマーク2でございます。攻撃武装。ちなみに何ガンダムが好きですか。昔ね、 SDK はアレックスガンダムとか好きだったんだけどね。引き出しないよ僕はやっぱりサイコガンダムが好き。サイコガンダム好きね。ビグザムとか。そう。正解は右じゃなくて左説。両替チーズに行いますか。お、いい、よし、お願いします。あー、いけないか。グリップ力がこっち側ないから、うまい具合に縦になれば。両替チーズに行いますか。両替チーズも行いますか。やめます。やめます。やっぱ簡単なやつやろうよ、ジェイド君。そうですよ。そう。で、これはですね、はい、呪術回戦。頼む。失敗しないでお願い。まあ。いけーい。ストップボタンを押さずに行きましょう。下が、あーきちー、グリッド行った。よし、これは行ったでしょ。 OK、 2個目。五条さん、五条悟です。俺天才ですから。ねえ、五条悟、バーコード付き。橋渡しはやらないって言ったの。橋渡しばっかり。違うやつ。それではチャレンジしていきたいと思います。はい、ルカにチェンジしてもらいました。知ってる。あー、分かんないですね。なんだっけこれ。おお、とりあえず奥に行きました。そしたら今度は右アームでどんどん奥にやってくるんですけれども、こうやると下がっちゃうよね。遊ばれてます。よし、どうしたらいい。ゲームはこれどうしたらいいと思う。やめたほうがいい。逆に、はっ、難しい。難しい。腕動け。よしよし、やっぱツンじゃないですか。ツン方法。今強かったっすよね。強かった。一応いけ。弱いな。よしよし。はい、ここからです。クエスチョン、どうやって左に持っていくか。シンキングタイム。ギリ
しょよい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 しょ、もう一回横にするかな、もう一回気合いで、この角度、よし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 、いけ、ミディアム、これなら届くはずだ。あーやめてー、あーもうやだやだ、この台作った人誰、店員さん頑張れ、リゲーム、おっしゃ、活路が見えた、俺は嬉しいね、めちゃめちゃ嬉しい、横にします、よし、むずい、早めにさ、ここに気づけばよかったね、あー嬉しい、これ結構軽いっす、でも嬉しいです、ルッカルッカナイトフィーバープレゼント、プレシャスハイクオリティプレシャリティです、3つです、ペガサス優勢でこれ大丈夫ですか、ペガサス流星くんって、ペガサス流星くん、やってください、ちょっとペガサス、だってあれ北斗百裂拳のペガサス流星くん、あの見てたらさ、本当にチャンス到来なのか、うまい、むむむ、500円600円取りましょう、ちょっと欲しいかもと思っちゃった、本当に、いや3つでしょう、3つ3つ、これとこれとそれ、いやこっちはチャンスじゃないよ、あー違うんだ、そう、さあ保険をかけたプレイ、動きません、チャンス到来って書いてあるじゃん、テカってるのにガコンって伝わらないモノマネ、伝わらない表現、燃えろ熱くなれ俺の心のコスモよ、奇跡を起こせということで、まあまあ成功でこれですもん、あー頑張ってください、はい、よし、あーいいぞいいぞ、ゴーキテンテケテンテンテケテン、成功してこれだよ、ちょっと遠いんじゃないですかね、テカじゃなかった、やだやだ、出たー、はっちゃめちゃ、僕の大好きな漫画、500円チャレンジ、お、まさかの500円チャンス、あ余裕白書でさ、誰が一番好き、いや誰だろうな、誰だろうな、難しいぞそれは、ちょっといけ、いけ、よし、惜しかった、ちょっと、あ、やっぱ読みかな、いけ、完全無欠のトグロでしょやめてくださいさあ、500円チャンス、ノーちゃんだ、強いよ、はい、あーレイガーということで、こちら隣の台、頭を取り出し口側になんかあるんでしょうね、重量の関係上で間違って取れないようにする作戦ですかね。ちなみに僕のヒーローアカデミアは詳しくないですか。詳しくないです。なんか難しそうだな、これ。まあなんて言ったって、ムイチローのゾーンですから。覚えてますか。覚えてます。4000円ぐらいかけましたからね。で、お金が入りすぎちゃって、100円が入らないゾーンですか。いいね。わかってます。無理です、無理です、誰かのやりかけ、せんやーからの、え、よくこれやりましたね、ではやっちゃいますか、よっす、これも物販でした、おっと、めっちゃ持つんかい、ペロっていかないでね、わーでかい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 、声がびっくりしちゃう
今日調子良い。ありがとうございます。まだ4つですよ。1、2。それではこちら、ここ一番奥ですね。今がチャンス到来。え、取れてるの？取れてません。ビビビビビ、だって出口がめっちゃちっちゃいもん。あ、見えないな。そう、見えにくいけど、チャンス到来、今がチャンスもどきということで、残念っすね。ダメっすよ、もっと取れないと。セイントセイヤと同じ、このマークはね、フェイクです。ダメ？ダメ。もうないからね、運ないからね、最近。やだー、Make you happy に書いてもらおうかな。でもいいや、そこ。でもこれ本物だよね、さすがにさ。これでパチモンとかないのね。ダメですね。あー、きちい。ちゃんと書いてある。ジャスラックの承諾を日本電産産協株式会社が得て、オルゴールを複製しております。ああいう風にちゃんと書いてあったらさ、いいよね、うん、書いてないのいっぱいあるから。特に鬼滅とか鬼滅とか鬼滅とか。いけい、オーケー。二重セレクション、嘘ですよ。ゴーシュ。最後ファイナルアタック、久々に言ったファイナルアタックって。ファイナルアタック。箱の中に箱が。これでいいじゃん、じゃあ。やっぱパッケージ、パッケージ大切なんだよ。ああ、よく見るやつだ。おー、それではジェイソン君にプレゼントしたいと思います。たまに聞きますよ。たまに聞きます。たまに聞きます。拾う。折り返しっす、はい、原点に帰ってきました。原点に帰ってくるスタイル。くるみ割り人形。ダメよ。いいよいいよ。頑張れ、ミディアム。いけ。よし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 。持ってきてください。お願いします。いい。ミディアムで。押せ。6個目でござる。飛行士。え？そんなバカな。次行ってみよう。たまにやっちゃうんですよ、こういうミス。下手くそでしょ。高評価お願いします。今結構辛いんで、うん、同情派の高評価をお願いします、ね、お願いします。同情の。これ撮ってる人いましたね。ボリューム1はコンプしたのかな。本日もオーマイガーシ、繰り返しお客様にありがとうございます。渋い。全然ダメ。あー、全然わかんない。動いた。あー、辛い。結構難しい、攻めるのが。うわ、いい。お、成功してもこんなんなのね。攻めてもここなの。あと5ミリぐらいいける。お、あらららら、ら、ルルルル。おー、いい。マジか。ここに来て上達。それでも、もっともっと。あら、おー、サラリアだ。イエーイ。ベアトリス。長かった。8、9、10。あと3つもあんの。これ簡単なんじゃないかな。何これ、ワンワン。え、いい、いいっしょ。はまれ、アームよ、はまれ。ほら、お、素晴らしい。いい台見つけたでしょ。
よし、やろうぜ。完全落下って書いてないよ。故障が発生しました。係員をお呼びください。はい、ということでジェイジェイ君、はい、ノーゲットタイムでした。ノーゲットタイム。完全落下とは書いてないんですけどね。釣り上げただけですからね。ちょべり場ですね。で、箱の向きも変えられちゃいましたね。踏まらないようになっちゃいました。これがシレット。分かってないように言ってましたけど、私は分かってます。私は分かってます。見てるみんなも分かってます。お願いします。ストップボタン、くるりんぱ、お願いします。あー、これは積んだパチンやな。お願いします。積みました。もうやりません。あれ取れてないのね。どうですか。難しいですね。難しいですね。クラもうダメだ。簡単のいきます。だってさ、2万円近く使ってるね。困った時のパンダー、パンダー、パンちゃん行くよ。景品シリーズ、よし、すごい。コツン買ってもあと2個。取っちゃおう。とりあえず誠にありがとうございます。簡単な台10個を取ろうとしたら、そういう台はなかなかなかったっていう回でした。はい、ということで9個目です。リラックマン、もっと、はい、あやな、行こう。はい、あやな、きゃー、2万円消えた。2万円消えた。2万円終了しました。そうです、だいぶカットしましたが、もう2万円が消えました。ラストですね。ここまでやってくるのか。嘘だと言ってくれよ。嘘だと言ってくれよ。本当にね。ありがとうございます。かなり尻下がりでしたけれども、結構取ることができました。たまにはこんなこともあるかと思います。それではご視聴ありがとうございました。10個取るまで終われば手にやったら過去最大にちょっと大変だったっていう回でした。感想どうでした。辛かったですね。テンションが保つの大変でした。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。